けるで。開けていいの、はい、めっちゃ怖い。いや、怖いわ。思ってたのと違うよ。めっちゃ怖いわ。人からプロ魔術みたいな。おお、譜面が、どういうことこれ。おお、今日は、僕たちの、念願だったホームベーカリーをゲットしましたので、今日はこれを使って、はい、美味しいパンを作っていきたいと思います。はい、題してカネアヌコフェ春のパン祭り、はい、そんな感じで、はい、作っていこうと思います。はい、はい、今日は全てカネにパン作りを任せますので、はい、僕は撮影に回っていきたいなと思います。はい、はいはい、どんなパンを今日は焼いてくれるでしょうか。そうですね、ハッピーパンを作りたいと思います。はい、ハッピーパン、はい、はい、じゃあ作っていきましょう。はい、はい、出来上がりお楽しみに。お願いします。いくぞー、ハッピーパン、ハッピーパン。今日はそれではまずは、牛乳です。あ、入れすぎた。嘘、入れすぎた。ちょっと飲みます。うん、多分これでいけると。いいと思います。はい、牛乳入れます。はい、入れる。はい、はい、よいしょ。ちょっと待ってて、急ぐで、お腹空いてきたから。お腹空いたな。うん、早く作らへんかったコッペはお腹空いてしまう。強力、強力、強力コード。普段は、グルテンフリーを心がけておりますが、今日はがっつり小麦を食べます。カネちゃんそんな気にしないの？気にしてる？してない。おー、ちょうど240、見て、うん、ちょうどやから240だそうです。入れるで、うん、天才糖です。塩、はい、こちらの中国の慶安の塩。どれぐらい入れるの？ 3.、うん、まあまあ入れんねんな。入れないよ、3.8 やで。でも1日の塩分摂取量。バター 20g。 一眼レフでの取り方慣れてないから難しいわ。これ一つね、 5g なんでね、4枚入れます。はい、じゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃん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 。まあ、こねたら一緒やろ。まあな、コッフェはあまりパン作りに興味がないので、はい、多分彼が作り続けることになると思います。はい、ありがとう。はい、入れます。こんな感じ。うんうん、オッケー。はい、入れます。いきます。せーの、ポイ。あ、すごい。開けるで。開けていいの？うん、お、回ってる。オッケー、楽しみです。それではちょっとご飯食べに行きます。はい、それでは、はい、発酵を待ちたいと思います。はい、はい、待ってるで。プロとしたことが気抜いてました。はい、それでは発酵ができましたので、3、2、1、ポン。こねてくれてます。あ、すごーい、はい、生地っぽくなってる。はい、いきます。じゃあ出します。はい、これは魔法使います。せーの、ポイ。今からこのパンの生地で作ります。ハッピーパンをまず作りますね。泣いた、なんか泣いたの。泣いてますね。え、めっちゃ怖い。ハッピーパン、めっちゃ怖いやん。ハッピーパンはね、パンまず手を作ります。はい、手をね、かわいいやろ。いや、怖いわ。怖い。アダムスカン葉っぱない。そう。アダムスカン葉っぱない。そう。じゃあ、爪つきます。怖え。爪。
思ってたのと違う。いや、大きいな。え、溶けんちゃん。この後、そっか。じゃあやめとこうか。いや、でも。かわいいやろ。かわいくはない。めっちゃ怖いわ。これで、かな。すごいね。みんなハッピーパーはこういうふうな形でしなかったら、結局折り曲げなあかんな、これ。怖っ。どうしよう。え、どうすんの？ちょっと爪取るわ、中指と。手のひら向いてる感で。こう、こうやってことじゃん。こう、下から。ほんまや、どうしよう。もう一回爪取って。爪取って。はいはいはい。こうやな。そう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 。ちょっと指短いけど大丈夫。かわいい。で、ここに乗っけたいんか。なあ、2個。けど、ちょっと見せてもらおうじゃん。よくない？爪の迫力半端ないな。怖ぁ。これ夜見たら嫌やな。この後またね、2倍ぐらい大きくなるらしいね。あ、ほんと。とりあえずこれでハッピーパン1個目完成しましたね。これ、いや、おめでとうございます。ちょっと楽しみ。こういう感じね。そうそうそう、ハッピーパンやろ。はい。え、じゃあチョコ入れようか。あ、それでもいいじゃん。チョコ入れます。すごっ、小籠包みたいな。いや、見た目って大事だなと思って。うん、なんか見た目で美味しそうとか食べたいってなるんやなって。かわいいよ、僕は食べたいの。かわいい、僕は食べたい。ほんで、これを。すごい。プロ魔術みたいな。だから焼く前に30分発酵させて、大きくしていきます。はい。お願いします。いってらっしゃい。待ってますよ。はい、では30分経ちました。最後の発酵が終わりました。どんな感じか一緒に見に行きたいと思います。はい、楽しみです。大きくなってるかな。ポン、おお、大きくなってる。え、おお、去年がうわむくみが激しいです。おかしいな。すごい。どういうことこれ。チョコレート30度で最後の発酵せなあかんかったんですけど、30度やったらチョコレート溶けますね。でも味は美味しそう。うん。なんか匂い。これを今から最後 10何分焼きます。はい。かわいいな。でもな。爪がね、恐ろしいわ。うん、あと手相つけとくわ、ちゃんと。だ、今更やけど爪はアーモンドとかピーナッツとかでよかったんじゃん。そうね。てか爪いる？でもなんか赤ちゃんの指みたいな。可愛いね、触ってみて。うん、赤ちゃんの手みたい。わあ、わあ、わあ。開けます。どうぞ。はい。あざ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。おい。まもなく焼き上がります。9、9、6、5、4、3、2、1。一回開けてみるわ。はい、お願いします。じゃーん。おー、めっちゃ膨らんだな。うん、楽しみ。熱っ。熱い？いける？気をつけて。すげー。かわいいやろ。ハッピーパンや。ひっついてるで、指。イボできてるで。すごい。こっちともひっついてるで。爪な。爪な。爪はちょっと怪我してますけど。すごい高さもあってしっかり膨らんでんね。ということで大成功ってことでよろしいでしょうか。では、はい、実食します。はい、実食。完成しました。ハッピーパン。人差し指にイボができましてひっついてしまってます。グローブみたいな。いや、素晴らしいです。このアイデアが斬新すぎる。うん、でこれ手話で、うん、I love you。 I love you らしいので、はいはい。じゃあコンペック I love you。 はい、これあげるわ。ありがとう。はい、乾杯。いただきます。あ、おいしい。おいしい。コンペ君どうぞ。でもせっかく作ったんで、ここをかじったらかと思って。ひっついてます、指が。じゃあイボをまず取ります。はい。おいしい。食べていいの？わかる。コンフェに作ったのに。じゃあ食べてみます。イエーイ。どっから？せーの。うん。うん？めっちゃ美味しい。うま。
めっちゃ美味しい。最高。忖度なしにうまいわ。うまい。なんかイエーイみたいになってます。美味しいな。じゃあコッフェは人差し指、人差し指短っ。そこ食べたらまあグーになるね。どっち食べていい？親指と人差し指。いいよ。どっちでも。いただきます。美味しいな。美味しい。大成功でございました。大成功。素晴らしい。はい。僕の誕生日近いんで、はい、バースデーに任せろ。何か作ってくれたら嬉しいです。任せろ。美味しそうやで。グルテンフリーのパンとか作ってほしいかもしれません。オッケー。うん、美味しいな。美味しい。チョコ入ってるのもいいね。うん。成功の秘訣は何かこだわったところか。分量通りにやることです。やる。なるほど。はい、ということで、まあ、こんな感じでゆっくり食べます。こんな人いる。たまにこういうのいません？こういう人。爪がね、ちょっとここは改良の余地ありですわ。美味しかった。美味しかったです。今日はありがとうございました。どういたしまして、なかなか簡単に私でも作れました。ホームベーカリー最高やね。うん、最高。はい。なんか皆さんもホームベーカリー持ってる方とか、パン作りお好きな方がいらっしゃったら、はい、こんなパン作ったらどうかなみたいなのを、はい、コメントでいただけると非常に嬉しいです、はい、あと好きなパンとかも聞いてみたいね。そうですね。こんなということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。皆さんも春にパン作ってみてください。春のパン祭りでした。バイバイ。怖っ。怖え。なんか物体みたいな。来た。切っていい？うん。ありがとう。